トニー・マーティンはアメリカ合衆国の俳優、歌手。そのキャリアは70年以上にわたり、1930年代後半から50年代半ばまで、ウォークハンド・イン・ハンドや、ストレンジャー・イン・パラダイスといった数十曲のヒットを記録した。2番目の妻のシドチャリシートは1948年に再婚し、彼女が2008年に死去するまで60年の結婚生活を送った。 トニー・マーティンは1913年12月25日にサンフランシスコでアルビン・モリスとしてエドワード・クラレンス・モリス及びハッティ・モリス夫妻の間に生まれた。一家はユダヤ人で祖父母は全て東ヨーロッパからの移住者であった。マーティンはオークランドで成長した。10歳の時に彼は祖母からの贈り物としてサクソフォーンをもらった。彼は オークランド高校及びセントメリーズ大学で学んだ。グラマースクールのグリークラブで彼は演奏家及び歌手になった。彼はオークランド工業高校に在籍中に最初のバンドザレッドペッパーズを結成し、地元のオーケストラリーダーであるトム・ゲランのバンドにリードインストルメントスペシャリストとして参加した。そこでは後にバンドリーダーとなったウディ・ハーマンと共演している。 彼は30年代半ばにセントメリーズ大学カリフォルニア校で学び、大学卒業後にゲランのバンドを離れ、ハリウッドに行って映画の中で自分の運を試した。その時からトニー・マーティンの芸名を使用した。ありがとうございます。